地産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。始まりました藤沢ご飯。今回は少年の森にやってきました。今月はキャンプにぴったりの料理をお届けします。今回の食材は豚肉です。柔らかくて肉自体に旨味のある高座豚です。生産者はミートハウス金子の金子さんご夫妻。今回はみんなで楽しめる高座豚と野菜のバーベキュー、そしてバーベキューにはもってこいの大根のタレをご紹介します。バーベキューの材料は人数に合わせてお好みで、大根のタレはご覧の通り。じゃあ始めましょう、はい、焼肉のタレを、そうです、はい、作ってください、はい、まず大根の皮を剥きすりおろします。大根を使うとタレはどんな味になるんですか？そうですね、ちょっとね、大根の辛みが出て、はい、また辛みと柔らかさがちょっと出ますね。辛みと柔らかさが出ますね、はい。大根のタレをさらに辛くするため、唐辛子の葉を入れてみたいと思います、はい。先の方をちょっとつまんで、つぼみとかの辛さを出したいと思って葉唐辛子を使ったんですけど、こういうふうに葉唐辛子をみじん切りに。これは仕上げの時に使います。その他、玉ねぎ、りんご、にんにく、生姜をすりおろし、これらを一つの鍋に入れていきます。調味料を加えたら全体になじませて加熱するんですが、じゃあ火をつけてもらいましょうかね、はい。ここで火起こし名人の登場。まず台になる太い木を置き、その上に焚き付けになる細い木を重ねます。これもね、焚き付けにいいので、こういうのだけでも、杉っぱはすごくよく燃えます、しつくんだよね、はい。そしてマッチで杉の枯葉に点火。炎が上がりました。なんかもう、やっぱもう燃え上がってきたね。もう大丈夫ですね。で、あんまりこう火の勢いが強すぎるんだったら、ちょっとこう崩してあげれば。崩してね、はい。あ、そうですか。はい、わ、はい、かりました、はい。ありがとうございました。じゃあ、早速鍋をかけさせていただきます。はいはい、いいので。タレを一煮立ちさせます。気をつけて。で、ちょっと取ってみましょう。はい。ああ、出てきた、出てきた。だいぶ煮立ってます。だいぶ煮立ってきましたね。ここで先ほど千切りにした葉唐辛子を加えて、タレは完成。次に野菜を焼きます。メインのお肉を、あ、そうですね、あ、美味しそうな肉、大きいわね。両面をこんがりと焼き上げて、野菜にも火が通れば完成です。高座豚を使ったバーベキューと大根のタレのお味はいかがでしょうか。森の中でいただきます。試食に職業体験の中学生の2人が来てますので、一緒に食べましょう。いただきます。いただきます。いただきましょう。先に肉からいったね。いただきます。はい、柔らかくて、それと一緒に大根のちょっとピリッとした感じがすごい美味しいです。大根のピリッとしたの出た。野菜との相性は、こってりしてなくて、そうだな、後味が良かった。あ、嬉しいわ。、うん、じゃあ一生懸命食べましょう、はい、ね、ぜひキャンプでお試しになってください。